こんにちは、ひろひろです。今日は100均の材料を使って簡単にできる浴衣に合う髪飾りを作っていきたいと思います。用意する材料はダイソーで購入したグルーガンとグルースティック、パーツをカットするためのニッパーと、セリアで見つけたコサージュ台と、コサージュ台はネットショッピングでも購入することができます。お好みの造花を準備してください。ダイソーやセリアにはたくさんの造花があるので、ご自分の浴衣に合ったものを選ぶといいと思います。コサージュ台の後ろにはクリップがついているので、髪飾りとしても使用することができます。造花のお花の部分と茎の部分を外しておきます。お花の後ろについているパーツを短くカットしておきます。後ろのパーツが外れてしまう造花があるので、外れるものはホットボンドでくっつけておきます。グルーガンのコンセントを入れていきます。ホットボンドが熱くなるので、やけどに注意して作業してください。ボンドは熱くなると垂れてくるので、下に紙を引いて作業してください。後ろのパーツが外れるものは先にパーツをくっつけてからコサージュ台にくっつけていきます。軽く押さえて形を整えておきます。ホットボンドが冷めるまで置いておきます。その他のものも同じようにくっつけていきます。後ろのパーツがしっかりとくっついているものがあるので、後ろのパーツがしっかりとくっついているものはそのままコサージュ台へくっつけていきます。後ろのパーツが外れないか確認をしてコサージュ台にくっつけていきます。2本組の造花を使用する場合は、コサージュ台にパーツを2つ乗せていきます。コサージュ台の半分の部分に1つ目をくっつけて、残りの半分のスペースにもう1つの造花をくっつけていきます。軽く押さえて形を整えて完成になります。
夏らしいひまわりの造花をセリアで見つけました。帽子やバッグにつけても素敵だと思います。ポンポンマムは和服によく合う造花だと思います。ダイソーで購入した4本組の造花になります。1つだけでも可愛いのですが、4つをくっつけたいのでダイソーで購入した発泡スチロールの半球を使用します。手芸コーナーで見つけました。この発泡スチロールの半球が小さじ大にぴったり合っていたので、この半球に4つの造花をくっつけていきたいと思います。4箇所に印をつけた半球に造花をくっつけていきます。全体の形を整えたらコサージュ台にくっつけていきます。これで完成になります。グルーガンを使って簡単にできるので、よかったら作ってみてください。